おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。お待たせしました。竹谷さん、これからどちらへ？今回はですね、本当に向かいます。スムーズスキンのお仕事で。スムーズスキンってね、イギリスのブランドなんですよ。今回はですね、イギリスの本社の方とお会いしたり、ちょっと対談したりとかするお仕事でイギリスに向かいたいと思います。今年2回目のイギリスでございます。レッツフライト。ファッションチェック。ファッションチェックです。昨日の夜からこれ着て寝ちゃおうかなとか思ったぐらい。起きてそのまま。T シャツにレギンスに飛行機の中でもストレッチできるじゃんこれ。まあもう私の持ってる中で最も楽な格好ですよ。これはね、ネイビーの撮影の時に着たチンクワンタとかいうイタリアの。かわいいですね。そう、レザーブランドで、まあ、日本でも取り扱われる。まあそうですよ。まあ、通だけの話は。でも最近竹谷さん、あのグラフィックとか、あ、ね、あのプリントティーすごいよ よく見ますね。これも本当にもらった、ピントマイケルさんにプレゼントしてもらった T シャツです。かわいい。竹谷さん、長距離フライトの極意なんですか？極意とかマジで知らないし。私はもう本当に結構寝ちゃうのよ、うん、ひどい時とか本当に10時間ぐらい寝てる時もあったんだけど、寝る時は寝てこって思う。ただ今回は時差考えてこう、うん、私たち着いたら3時半なんだから夜寝れるように、まあ、計算してて寝たって最初の 4,5 時間あとは頑張って起きてこう。10時間起きてるの辛くない？10時間辛いですね。すごい。では頑張っていきましょう。はい、レッツラゴー。はい。ロンドンヒースロー空港に到着。イエーイ。こちら3時、夕方の4時だね。あ、4時か、はあ、今日はだからこのままホテル1回行って、何つの荷物、あのパッキング動画、パッキング動画して。今ね、ヨーカーも割り切るんだって。痛い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 。あんた綺麗ね。そうだった。今日の旅は3年ぐらい長く契約していただいてるスムーズスキンというイギリス発祥の脱毛器のブランドのお仕事で来ました。こっちでね、インスタライブと YouTube の撮影をするっていう。まあまあ緩めなお仕事ね。すごくない？いやだ、それでロンドン呼ぶのっていう。あと私たち何回も何回もインスタライブしてるからさ、変わり種ないじゃん。場所変えないと思う。場所ね。インスタライブどこからやるの？インスタライブは私のお部屋からお届け。急にです。わかる。いやいや、この国結構除菌シート重要なのよ。なんかおしぼりない。ああ。そのくらいもないわよ。何か。確かに。そう。日本だけよ。え、そうなんだ。おしぼり文化は日本とあと中国だよ。初めてですか、ここ、うん、ここ初めて。目の前公園で超いい感じだね。素敵ですね。ね、この間泊まったエリアとまたちょっと近くて、なんかめっちゃ素敵だね。なんか古い感じの趣ある系で、何よりお天気がさ気持ちよくて、もう晴れてる。はい、はい、竹谷さん、今からホテル部屋入って目立ちましょうか、ね、まずあの部屋見たいでしょ、うん、見たいです、ね、かわいいかわいいかわいい、おしゃれね。オープン。ルームツアーです。ルームツアーしましょう。え、なにこれ、かわいいじゃん。あ、ここがリビングで、ああ、え、かわいい、かわいい、ちゃんと窓もちゃんとあって、快適、あ、かわいいじゃん。お風呂、あ、広い、お風呂いい、あ、素敵、え、ここ倍だね、かわいい、こっちなんだろ、シャワー、かわいい、かわいくない、めちゃくちゃ可愛い。この風呂いいじゃん。ここ非常に広くない？いいよいいよ。何やの、何やの、踊るの、踊るの。はい、なんか思ったよりちょっと寒かったから大丈夫そう、うん、この格好がいいか。竹谷さん、この後ライブしてスムーズスキンさんと本国の方と対談とインスタライブ、ヒロミちゃんとインスタライブするわよ。日本でもイギリスでもインスタライブよ。ライバー。じゃあ向かいましょう。はい、
レッツゴー。はい、インタビューの場所にやってきました。え、素敵じゃん。ありがとうございます。アンドレア。アンドレア、ナイスとミーティユー。 I've heard a lot about you. あ、really? Oh, oh my god. ジャパニーズおやつ、スイーツ。ジャパニーズスイーツ、イエーイ。 So then this is for you. あ、oh, thank you. 有名なパフューム？いやだ、お菓子でね、少なかったわ、すいません、Thank you. Nice to meet you. Hi. This is Makiko. Nice to meet you, Mark. Nice to meet you. Hi. You don't get like anymore. No. No. Yeah. So looking forward to it. I've never attended live stream, so. ああ、そっか、見るからね。そうそうそう。Yes? We're doing like, yeah, our life. Yeah? We cannot understand, but we won't just... はい、日本時間10時、夜の10時に合わせて、今からインスタライブを始めまーす。ウィズヒロミさんですね。ウィズヒロミちゃん。今日ね、こちらのスモールスキンのマーケティングマネージャーとか、ご依頼方がどのようにしてんだと、滝沢と見学にいらっしゃいましたね。すごい、ギャラリーがすごいっすね。まあ、とりあえずいつも通りやっていくわ。はい、はい、ロンドンといえば、姉さん。え、ロンドンといえば紅茶よ。そうよ、紅茶よ、紅茶の国。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。ごきげんよう。Hello, Makiko. Hi. How are you? Yeah, nice to meet you. お疲れ様でした。終了でございます。よう喋る。私たちコメディアン。ねえ。いや、そう、だってさ、日本語わからないからさ。何やってたの？何をこんなにこの人たちやってんの？いやいや、お疲れ様でした。インスタグラム自体、今日から。もうまずやってなかったの？一緒にフォローして、それだけ興味ちゃん使ってた。逆にやってなかったんですか？出かけから帰ってきて、ちょっとメイクを直して着替えて夕飯食べに行くんですけど、少しの隙間時間にスムーズスキンをやっていきたいんですけど、まあ、その前に先にメイク直しをしたいと思います。まあ、アイラインでもちょっとしていこうかな。ちょっと夜仕様にしたいと思います。摩擦は良くないの。そんでね、アイシャドウ、このちょっとブラウン系とちょっとゴールド乗せときます。ブラウンを1リッカーにちょっとだけ、で、ちょっとゴールド系を乗せときましょう。この辺ちょっと次ね、チークは夜のちょっとシャドウ気味。あとね、コンシーラーで気になると隠しても、ここのニキビ跡で、ちょっとチークも乗っかチーク乗せていただきます。あとね、やっぱ案外あるね、私。眉毛をちょっと上げたいのですので、私は眉毛がですね、夕方になるとちょっと下がりますので、朝とか結構上向いてると元気そうに見えるけど、夕方になると下がってきちゃう。だからちょっと元気ですっていう感じ。ほら、元気そうにアップしてるじゃん。また次リップですね。私はね、やっぱりリップが結構、ご飯食べたらリップすぐ直さないと嫌だっていうぐらいにリップは絶対直す。なんか口に何でもついてないのがすごい耐えられない。これなんかちょっとリップバーム的な感じで軽めに塗って、カラーのこういうちょっとベージュなものを塗って、なんか夜だから本当赤いリップしたかったけど持ってくるの忘れちゃったから、ちょっとこんな感じで結晶は私昼間大丈夫ですね。これちょっと出していきましょう。グリーンじゃない、オレンジっぽくしていきましょう。はい、完成でございます。なんで、今からちょっとスムーズスキン、こちらのね、バニティと、このバスローブをね、ちょっと持ってきたんで、バニティ、かわいくない？かわいくない？夕飯まで少しだけ時間あるので、ちょっとケアしていきたいと思います。私もね、結構もう2年使ってて、本当にね、ケアする期間っていうのが、1週間に1回とかじゃなくても全然良くなってきているぐらい、もう毛がないんですけど、それでもやっぱりこれから夏になると、腕が出たり、このとこ毛あったっけみたいな、なんかそういうところとかを今日はちょっとケアしていきたいなって思います。もうね、これのスムーズスキンのいいところは立ち上がりが早い、そこも私気に入ってるんだけど、じゃあケアしていきます。
なんか初めましてで、初めましてスムーズスキンみたいな時でも10分ぐらいで終わっちゃうの全身。最近私が気になるのはやっぱり指毛がしつこい。指毛がなくなったと思ったらまたあるから、まあ週1回もしくは2週間に1回ぐらいの私はケアでもう済んでるんだけど、指とかの時はこのねプレジションヘッドっていうこのヘッドをつけると細かいところにもちゃんと当たるので、はい、やっていきます。ちゃんと当たってると光るので、もうねこれだけでいいってよくない？もう毛が少なくなってくればなってくるほど痛みがない、こんな感じ、これでよくない？なんか日常でももちろんこういうバニティにも入れて持ってくるとすごい、海外でもこうやって使うことができるし、普段お手入れしきれなかったところもちょっとこう旅先でやったりすることもできるので、そういうのもおすすめ。あとねここもなんかないと思ってた毛がちょっと生えてきたりするから、ちゃんとしっかり角度がねぴったりなんで、そういうとことかやったりします。あとはね夏になると結構この辺のうなじの毛とかが気になる方が多くて、そういう方にもおすすめなんだけど、私もちょっとあんまり気になったことないけどよく見たらあるかもって思ってやっとこう。結構この辺って自分では見逃してるけど人から見るとさ見えたりする場所だったりするじゃん。だからこれから夏に向けてヘアこうアップしたりする時に綺麗だと、いいよ。こういうのも週に1回のケアで綺麗になってんだったらさ、もう来年の私のうなじ超綺麗じゃないみたいな感じ。こんな感じでですね、私はこんな空き時間にケアしたりとかしてます。あとはなんか日常的には週末の少しだけ自分に余裕があるかなみたいな時にケアしてあげると続けられるし、何もストレスなく脱毛のケアができるのでめちゃくちゃおすすめです。はい、皆さんもぜひ使ってみてください。とてもおすすめです。着替えてきました。はい、こんな感じ。夜は肌寒いので、はい、ジャケット着てみました。こんな感じで行ってきまーす。行ってきまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなスープみたいな確かに、冷静です。冷静です。うん。竹田さん、今回どうでした？楽しかったしさ、ね、ゆるみちゃん、私スムーズスキン使ってさ、でもさ、この人手綺麗じゃん。指毛がほんとキモかったから、うん、私も指毛とか本当になくなったから、うん、指毛だけでサロン行くわけじゃなくない？間違いない、ね、だからやっぱ自分でやるのが楽よね、うん、あとシャッてできるしね、うん、それはやっぱいいところですね。いいところだし、なんかもう全然もう持ち取れるよね。でもこのロンドンの発祥のブランドっていうのがしっかり僕らも分かってよかった。知らない方多いよね。なんか知らない、日本のものかなとか本当に思っちゃってたから、深見ちゃんと僕らの YouTube では映してるんですけど、手作りなの。一個ずつ。そう、精密機械だからブレッドコンベでガーって作るわけにもいかないの。1日400台しか作れないって言ってた。だから結構スムーズスキンってたまにちょっと品薄になっちゃったりするのはやっぱガッて売れちゃうと職人さん足んないから、そんなに作れないからね。そんなに作れないからね。だからこそも逆に安心できたりとかブランド感があっていいですよね。不良品になっちゃったものとかも全部工場に全国のものを送って、そこに職人さんに行って、こう全部返品して、何が原因だったかっていうのを調べてみるから。100万回一応照射できるって、うんうんうん、あれも本当に100万回できるか、ずーっとやってる機械とかあります。100万回やったらもう毛なんか100万回マイレーツオブカリビアの食事みたいなの出てきたわよ、お食事が。でんてんてれれんてんてれるん、あ、柔らかい、柔らかいわ、仕込みが上手なんじゃない、これ。漬け込み系ですね、漬け込み系です。ゲソ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 じゃない、一番思い出に残ってることは、じゃあ最後に、本当にそうな社長さんたちとマークさんとかお会いできてよかったかも。なんか漠然とスムーズスキンの機械と私はずっと2年やってきたわけなんですけど確かにね、そうですね。でも本国の方にもお会いできてスムーズスキンよく分かったし、気にしながらさ感じがして、うん、なんか良かったです。発祥の地に来れてよかったですね。発祥というか誕生の場所にね。発祥の地に来れないよ、うんうん、経験させてもらいます、ね、私たちは明日の朝6時にロビー集合か、それで日本に帰ります。スムーズスキンの旅、これにて終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました